がソフト休憩の水口と言います。よろしくお願いします。今回のゲームはですね、最近難しいとか、なんかゲームがすごいなんかややこしいとかですね、そういう声が多い中で、やっぱり遊びはシンプルで単純でホットなものであるべきだというコンセプトで作ってます。実際にはこれ、ゲームのジャンルとしては非常にこう言いにくいんですが、今までにはない新しいゲームだと思います。というのはですね、ミュージカルというか全体的にはそのドラマになってますので、後半になればいろんな秘密が分かっていったりします。まあそういう意味では何回も何回も遊んでもらったり、長く遊んでもらったり、長く売れるゲームではないかなというふうに思ってますので、ぜひ、ようやくお待たせしました、こういうゲームをドリームキャストで出します。よろしくお願いします。